はい、タサです。お久しぶりです。最近ちょっとね、YouTube の方が更新がちょっとね、止まってるというか、まあ、試合もやるじゃないですか。そう、なんでちょっと今日は、はい、僕がジムに来て、まあ、達也の格闘技の様子をちょっと撮影しようかなと思って。あ、そうですね。最近調子どうかなっていう、はいはいはい、格闘技の方の順調で、まあ、前回試合からまあ約半年ぐらいかな、半年も経ってないか。いやでもね、9月に試合したじゃん、最後。そうだね。で、次3月でしょ、試合が。まあ、9ヶ月ぶりの試合か。あ、違う。え？半年ぶりの試合だ。半年ぶりだよね。半年空くってことは結構やっぱ、その感覚的には。そうそうそう。だから、しかも俺、初めてさ、ダウンされたから。あ、そうだね。一応ちょっと脳を休めるために、まあ、実戦からちょっと離れてたから、まあ、そういった部分で、まあ、感覚をちょっとずつこう、戻してきてて、だいぶ掴んできてて、調子いいっすよ。最近なんか SNS で見たけど、まあ、タイガ選手とのジムに行って練習したりとか、やっぱそこはなんでタイガ選手とこう練習してる、その理由はあんの？まあでも、まあ、次サウスポーっていうことで、あ、まあ、サウスポー選手、タイガ選手、元 K-1 チャンピオンだし、まあ、実績もかなりあるし、サウスポー対策も、ね、もうね、申し分ない最高なパートナーじゃないですか。でジムもさ、うん、最近オープンして、あ、トライハードジム、トライハードジム、うん、めちゃくちゃ近いの、町田駅だから隣の駅だし。あ、そうなんだ。そうそう、だからめちゃくちゃ通いやすいし、お願いして、達也から練習お願いしますって感じで。そうそうそう、ぜひお願いしますそしたら引き受けてくれて、うん、で、今週に1回タイガー選手とスパーリングしてて、緊張感あって、しかも他のジムに行って、しかもリングもめっちゃなんかしっかりしてて、うん、だからそこでスパーリングやってるから、なんていうんだろう、なんか毎試合なんか試合感覚な気持ちで、試合形式でスパーリングやるから、なんかそういう緊張感もあって、まあ実績もあって、そういう選手だし、めっちゃいい練習になってますね。まあ、でも同じ階級でってことは、いずれね、こうリングの上で本当に試合をする可能性もあるんじゃないですか。まあ、ゼロではないかもしれないね。今こうライジンとさ、こう、ね、ライジンじゃないか、ライズか、ライズと K-1、 がこう絡んできてるから、まじで可能性はゼロではないから、うん、まあ、そこはね、ちゃんと意識しつつ、まあ、練習してますけど、充実した日々を過ごしてますよ。やっぱ試合前って感じだよね、なんかこのね、練習ってこう。いや、もちろんだよ。だからね、YouTube 楽しみにしてくれてる人には申し訳ないけど、やっぱなかなかね、こういう練習に密着来てくれるのはね、全然ありがたいし、まあ今日は普通に練習の感じをね、ちょっと撮ろうかなと思って、はい、お前やっぱ格闘家っぽいな。どういうこと？久しぶりじゃん、この YouTube をさ、はい、格闘技の YouTube 撮影するの、いつも最近はなんかね、面白おかしくやってたから、まあやっぱ格闘家、俺は達也好きな人がたくさんいると思うからさ、格闘家っぽいって本業格闘家だから、だから見せてないからさ、間違いないで、いやいや、分かる、まあまあまあね、オンとオフで切り替えてるからね、うん、久しぶりに見るからさ、お前やっぱ格闘家なんだなっていう感じだよね次、そうだね、そっちではもう YouTube、まあ、バレルのことだったりとか、他のね、最近こうだから格闘技に対しては別にさ、俺そんなさ、見たりしてないから、そうだね、もちろんですよ、なんかお前格闘家やってんな、格闘家ですから。あ、そうかそうか、ならよかった、ちょっと安心してよ。なんで安心、俺は安心でいいんだろう。ああ、そうか、じゃあちょっともうすぐ練習、はい、もうすぐ練習ですね。そのシュッシュってなんでシュッシュって言うの？え、シュッシュ、シュッシュ言うじゃん、呼吸、あ、呼吸を吐く。おお。
やっぱサウスポーはやりづらい。まあ、まあ、だいぶ良くなってきたよね。最初はやりづらかったけど。あ、まあ慣れもね。慣れもそう。だから、うん、普段あんまやんないじゃん。だからサウスポーは徹底的にサウスポーのやつやって。なんか今回対策とかはなんかこの必殺技というか。あ、まあでもこれあのあるよ。あの小沢対策っていうのをしてるし。あ、あるんだ。うん、まあ、どういう風に攻めようかなっていう。なんか小沢選手って結構なんだろう。いきなり飛び膝が飛んできたりとか、ちょっとトリッキーなところあるのかなっていう。ジムに来るとこう気持ちが変わったりするの。なんだろう、スイッチが入るというか、ちょっと無口になるじゃん、ジムに来ると。まあ後輩の仲のいいメンバーたちもさ、喋んないね。ねえ、やばい。だったから、まあそうだね、スイッチ入るから集中モードになるから、余計なことあんま喋りたくないね。和気あいあいタイプじゃないんだ。タイプじゃない。終われば諦めないタイプだけど、うん、練習中別にわけ必要ないと。練習中というかさ、なんだろう、練習中もさ、こうこうこうっていう、なんだろう、練習のこと、技のことについて喋ったりとかもないんだね、あんまり。それはやるよ、あの練習後とかでしょ。あ、後とか。スパーの後とか。あ、スパーリング後とかはやっぱこう修正話し合いするし、どこが良かったとか。あ、合間で別に喋る必要ないし、集中力切れるから。あれ、どっか行っちゃった。約2時間半ぐらいですか。そうですね。これを毎日繰り返してるんですか。はい。急に分かるでしょ、すぐに関して。いや、俺は分かるけど、
その視聴者さんに向けてのお前何やってんだよお前ちょいちょいなんか質問が面白いからさ例えばシャドウとかはそれも別に分かるけどその見てる人に向けての質問ですよそういうことねそりゃそうでしょ僕は常にそういう意識があったわけねそうそう常にその視聴者さんの気持ちを汲んで喋ってますんで、ああそういうことね、はい、日曜日なんでまあ何ていうんですか1週間の締めっていう明日は月曜日オフ月曜日オフだからああでもだいぶねそう追い込みの中盤戦に入っとって疲労がやばいああだからもう最後気合で追い込みはあとそうだよ追い込みはあと10日とかだろ10日2週間ぐらいあるんでまあ残り集中して、まあ、今のところ大きな怪我もないんでちょっとここからが怪我も増えると思うし増えるんかい違うだからおいその集中次第ではああやっぱ疲労も溜まってくるのってさああどんどん疲れてくる減量も入ってるからああなるほどねその時点でやっぱり集中力をねもう倍以上にもっと今以上に持たないと怪我とかもしちゃうから最後まで仕上げますあと減量はあとどれくらい何キロぐらいあと8キロぐらいですね8キロ8、7キロぐらいまあでもそこはいつも通りで問題ないかなって試合まで集中して頑張ってくださいじゃんはい頑張りますよあの一応復帰戦なんでね、まあ、ここ勝たないとやっぱ次は見えてこないし、ただ勝つだけじゃなくて、あの見せる試合したいですね、お客さんがこう盛り上がるような、イコールやっぱ KO 勝ちだと思うから、まあそうだね、アグレッシブに、バチバチにちょっと、今回、ね、今年一発目、頑張ってください、はい、頑張りたいと思います、集中して練習もできてるし、本当にすごい。いい環境で、もう本当いろんな方にサポートしてもらいながら、まあ、今のところ怪我もないし、調子も絶好調なんで、まあ、試合の日、楽しみに皆さん待ってください。必ず倒します。それではまた次回の動画で。高井さんよろしくお願いします。チャンネル登録ありがとう。高評価もありがとう。今日もありがとう一日。明日も笑って一日。